韓国外務省の当局者は6日ユネスコの諮問機関が明治日本の産業革命遺産を世界文化遺産に登録するよう勧告したことを受けて今月中に東京で日本政府と協議を行うことを明らかにしましたこれは協議なんていう綺麗とで報じることもどうかなと思うなこれねじ込んでくるって話ですようん東京まで乗り込んできて、はい、その文句を言いたいと、ええ、で まあ、その文句であっても、その、国家間で協議するっていうのはもちろん大事なことなんですが、しかし、そもそも、日本政府は公式見解として、文科大臣も含めて、あるいは担当の三時間クラスの官僚も含めて、もう明言してるのは、時代は全然違うでしょって話ですよね。で、今回、ユネスコの諮問機関が、その、わざわざ名前を、こう、提案して、明治日本の産業革命遺産と、日本は地域で、 地域で名前つけてたけど、はい、そうじゃなくて、そのアジアで初めての産業革命を達成した日本、やっぱり世界にとって意味があるから、これを遺産にしましょうねっていう話なんですが、はい、その年代がですね、ペリー艦隊がやってきた、黒船が来た1853年から、日韓併合の年ではあるんだけれども、はい、要するに第二次世界大戦もまだ遠い、えー、つまり1910年ですから、日韓併合の始まりが、はい、だから第二次世界大戦までは30年ぐらいあるわけですよね。 あのそこまでの話なんですよ、はい、で韓国は今のところ、基本的に言ってるのは、うん、この第二次世界大戦中、日本の言い方だと大東亜戦争の最中に、はいその、軍も含めて強制徴用をし,して、うん、そして亡くなった人がいると、はい、いうことを言ってるわけですよね、うん、すると、あまりにも時代がかけ離れてて、その官僚、日本の3時間クラスの官僚の会見でも、まあ、はっきり言うと、 呆れた表情が顔に出てて、これ、時代が全然違うから話になりませんってことを言ってるわけですよ、うん、でその食い違いのまま競技って言ってね、えー、これあの、ねじ込んでくるって言い方、僕、あんまり好きじゃないのなあえて言ったのは、ですね、うん、これ、本当に競技するんだったら、その極端な食い違いを水面下の交渉である程度、うん、そのどっかの接点を見つけてからでないと。はい あの韓国側は対戦中のことを言い、ええ、日本は日韓併合まであの前の話を言い、協議、うん、になるわけないじゃないですか、お互いに譲れるはずないじゃない、やっぱりじゃあ、時代を変えて、<laughs> 例えば日本側が、いや、時代変えて、あの第二次世界大戦中も入れましょうって言ったら、うん、これ、要するにあの産業革命は一応、あのあの歴史的な事実として、1910年代ごろにあの一応、初期の目的が達してるわけですから、はい、だから。うん あの幕末のショックで、その反射炉を含めて鉄を作り出したり、うん、あるいは消火損塾が入ってるっていうのは、その西洋のショックに対して、はい、その外交とかあの軍事だけじゃなくて、産業全体を作り変えようとしたと、うんうん、だから人材育成の面で、その例えば消火損塾も入ってるという、その初期の、幕末から明治にかけての初期の話をしてるんで、明治国家が第二次世界大戦やってる事実はありませんから、はい、すり合わせようがないわけですよ。うん ね、でうこういうやり方をしてると、ですね、はい、あの僕はパックネ政権の致命傷になるってことをあの本気で懸念してて、ですねそもそもパックネさんは、反日から政権をスタートしましたよね、はい、で韓国は僕は制度的におかしいと思いますけど、一期五年しか大統領がないので、うん、どんな大統領がなっても、どれほど期待されても、人気途中からもうレムダックになっちゃうわけですよ、はい、もうあの再選がないんですからね。うん、で 例えば、このパク・ネさんの前のイ・ミョンバク大統領は、最初は日本と仲良くやりますと、大阪生まれですと言ってたのが、途中から極端な反日になり、竹島に足を下ろしたりしたわけですよね、でそれはいつもの習わしなんだけど、パク・ネさんの場合は政権冒頭から反日でスタートした、はい、どうしてかというと、お父様のパク・チョンヒ大統領、うん、え本来の日本語の言い方だと、大統領が、はい 韓国の政治史上、最も清潔な大統領なんですよ。これは特筆に値するんですよ。はい。はい。その清潔な大統領が親日家で、はい。そして、例えば安倍総理のおじ,おじいさんの岸ん総理と大変仲良かったっていうのは、周知の事実で。はい。だから、親日大と見られることを警戒して、パクネさんは反日でスタートしたところうんお、もう何もかもうまくいかなくなって、もう端的に言うと、この間の安倍総理のアメリカの上下両院合同会議での演説も阻止しようと。 韓国は本当はどれほどの資金も使ったか。はい、ね。それは例えばマイク・ホンダっていう、もう、アメリカの議会で相手にされてないような特定の人に流れていっただけで、何の効果もなくて、はい、あの、マケン上院議員とか、うん、ベイナー下院議長が安倍さんの味方したら、その影響力が。 全然違う。マイク・ホンダ議員を尊敬してるって人に僕、僕、はワシントンに一回も会ったことはないけども、そのマケインさんを尊敬してるって人は、逆にほとんどの人が言いますよ。それはベトナム戦争で拷問受けてる捕虜の最中に、マケインさんのお父様もおじい様も海軍の提督やった人だとあ、ベトナムは掴んで、だから、 あの、それを、いわば、使って、お前を特権で解放してやるって言ったら、釈放してやるって言ったら、うん、マケンさん断った。うん。ベトナムその理由聞いてびっくりしたのは、俺より前に捕虜になった戦友を先に釈放しろって。うん、これはもうアメリカでは知らない人がいないぐらいの、はい。あの、有名な事実なんですよ。うん。で、そのマケンさんが、この日本の見方を今もしてるから、演説の後も。ええ。だから、パックネさんの反日政策が、アメリカに大きな影響力を及ぼす見通しが、 もうほとんどなくなってて、うん、だから実はパク・クネ大統領は、ものすごい大転換をこの間、口にしたんですよ、はい、韓国の正式なあ政府の協議の場で、ええ、なんて言ったかというとその、歴史問題とかそういうのと切り離すと、安全保障と経済を、うん、しかもパク・クネさんは、大統領閣下は、これ、私は前からそうだったと、ええ、<laughs> これに、まあ、韓国の陸軍の僕の長い知り合いもですね、ええまあ、はっきりっ呆けれたと。あー 要するに、あの、転換しますというならまだしも、はい、こんな、いや、最初からこうでした、じゃあ、今までの外交は一体何だったのかと。<laughs> そうですよね。それでですね、この大転換をそれでも口にしたのに、正式表明したのに、アメリカも日本も何の反応もなく、韓国国内もほとんど何の反応もなく。韓国国内もですね。ええ、<ー>ほとんどお、しらーっとしてるわけですよ。これは 重大なことで、パク・クネ政権の投資能力は衰えてる、つまり大統領閣下が何をと、みんながさほど気にしない、はい、あと人気が何年間もあるはずが、もうすでに、えー、要するに変わるんじゃないか、政権潰れるんじゃないか、本来潰れるはずがない、日本の議員内閣制と違って潰れるはずがないのに、あり得るっていうふうに、韓国政治がここまで混迷してると、<ー>でそのいわば苦し紛れで、この世界の遺産で、えー、なんとか歴史問題をもう一回盛り返して、だから言ってることやってくること違うじゃないですか。 うん、歴史問題を盛り返して、ね、例えばあの日本で軍艦島って知られてる所、橋間炭鉱っていうね、はい、ね海底炭鉱で、そのうん、朝鮮半島からの労働者だけじゃなくて、日本の労働者も大変苦労したわけですよ、はい、で一方で、やっぱりそういう海底炭鉱なんで、労働条件悪いから、うん、給与はかなり出していたりえ<っ>えしたこともある。うん、全部がその 韓国人、ま、朝鮮半島の人だから強制的に働かして殺したととても言えない話を無理に、時代が違うのにのねじ込んでくるっていうのはですね、これは下手すと致命傷ですね、この大統領の指示を受けた振る舞いっていうのはう、はいで。これはね、あの、よそことと考えちゃいけないんですよ。やっぱりアジアの政治が不安定になるっていうのは日本の国益に影響します。はい